とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園ワイ、ワイワイ学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備を試しに使ってみたいと思います。新しく出てきた装備、これ。ギョギョッと棒。まあ、これの、レベルが低いやつは、持ってたのよ。でも、レベルが低すぎて使い物にならなかったんだよね。でも今回出たこれ、レベル最強です。これが今俺が持ってる防具の、一番強いやつになるかな。うんだね。なのでこれをちょっと使ってみます。能力は満腹値が 20% 減りやすいけども、素早さが 35% もアップするってやつ。早速、行ってみましょう。マゼラギガースを行ってみようか。35% だから、体感でだいぶ変わると思うんだけどね。変身。行くよ。あ、早い。動き早い。むちゃくちゃ速いかもしんない。ブルームーンそんなにね、速いタイプでもないし。おわ、ちょっと待って。技のね、出方ってこの、出方言えてなかった。技の出方が全然違う。これはすごいぞ。うん。回避もすごくしやすい。これめっちゃ強い。まあ、もともとね、この素早さが上がる装備ってすげえ強かったのよ。特にあれだね、芸能人学徒なかなか出てこなかった。芸能人学徒すっげえ強いんだけども、その強さっていうのはまあ攻撃力とね防御力が2倍になるっていうのもあるんだけども、素早さよ、やっぱり素早さが上がるっていうのがやっぱり一番でかい。わあ、ちょっと待って、嫌な場所にやるねお前は。よし、いやこれ全然余裕、全然余裕でいける。この前までのなんか若干難しいなっていうのがこれはないわ。動きが 35% 上がるだけで、こうも変わりますか。これ変わりすぎだろ。あ、やば。まあまあ大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。敵がね、ちょっと本気出してきて、ようやく、難しくなるぐらいの感じかな。おお、なんか、戻っちゃった。まあいいか。危ねえ。これでいけるでしょう。ちょっとこれ装備して芸能人学徒で全然いいかもね。ちょっと火だめを気にしすぎてやらなかったんだけども、これ装備すると全然いいわ。いや、むしろあれだな、芸能人学徒にしなくていいね。このままでも十分強い。ありえないぐらい、今までには。よし、この素早さ経験したら多分もう元には戻れないだろうな。うん、元の素早さがちょっとぬるすぎて元にちょっと戻りきれんかもしれん。おっと、危ない。はい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 、分かってるよ。お、一発食らったけどいいや。しゃあ、必殺技もね、出と終わりがね早くなるっていうのもまたいいね。これ素晴らしいな。おお、ワイルドボーイとかしても面白いかもね。危ねえ。あー、食らっちゃったか。まあいいや、
あ、いたたたたたた。これ麻痺するんだよね。やばい、サンダーはちょっと避けとこう。おい、連続で来る普通。まあいいけど、やれるさ。よし、はい、大丈夫大丈夫、楽勝だぜ。やっぱ装備品って大事ね。めっ、あーやばい、回復しいいよ。あ、まだ大丈夫だ。うん、宇宙服とこれあれば全然違うわ。全然違う。あ、いた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 。ちょっと回復取りましょう。よし、これチャンスもね、おそらくノーマルの時だったら取れるよ。簡単に取れる気がする。あ、いたたたた、危ね。チャンスも絶対取れる、これ。はい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 、分かってる分かってる。もうちょっとだ。いいや、ちょっと攻撃してから無重力になろう。あと、3、4発で終わりかな。うん、あ、3発だな。はい、おしまいです。あー、若干残った。でも終わりだ。最高、この装備全然違うから。これはね、ここまで体感が変わるもんとは思わなかったね。めちゃくちゃ強くなったぞ。はい、ということで今日はこの装備、新しいやつだね、ギョギョッと棒装備して使ってみましたけども、めちゃくちゃ強い。体感がね、全然違うからすごく楽になりました。ちなみにこのギョギョッと棒の入手方法、ガチャです。ガチャゲンです。多分そんな簡単には出るやつじゃないと思うんだけど、俺は300連目で出ました。300連目で。なので、まあ、3、400回回せば、もしかすると出るかもしれないんで、チャレンジしてみてください。では、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。